パティス・スマイスはニューヨーク出身のアメリカ合衆国のロックポップスシンガー、作詞家、作曲家。1975年にフォーセスでデビューしたパンクロックシンガーのパティ・スミスとは別人である。1980年代中頃、友人で女優のバレリー・バーティネリを通じて、バーティネリの当時の夫であったエディバン・ヘイレンと知り合う。エディは、 デビッドリーロスの脱退時、スマイスを公認候補として、熱心に誘ったが、スマイスはこのオファーを断っている。1982年に、スキャンダルのリードシンガーとしてデビュー。オールビーズ・ポップス色を全面に押し出した、セルフタイトルのデビュー EP は、コロンビアレコードの歴代売り上げナンバーワンとなった。同 EP から、グッバイトゥユーが全米7位の大ヒットとなるも、 同ツアー中にバンドは解散。ソロシンガーとしての活動を開始する。1985年にザ・フーターズのアルバムナーバスナイトにゲスト参加。この時の縁が元で1987年に発表したファーストソロアルバムネバーイナフにフーターズのメンバーが曲作りで参加。1992年には ブルース・スプリングスティーンのイーストリートバンドのキーボード奏者、ロイ・ビタンのプロデュースによる2枚目のソロアルバム、パティス・マイスをリリース。ここからシングルカットされた、元イーグルスのドン・ヘンリーとのデュエット曲、サム・タイムズ・ラブ・ジャスト・エイント・イナフが、ビルボードの2位まで上昇する大ヒットとなり、ゴールドディスクを獲得する。同アルバムからはさらにノー・ミステイクスが、 全米トップ4に食い込んだ他、I Should Be Laughing がマイナーヒットとなった。映画音楽も手掛け、1994年には、アーノルド・シュワルツ・ェ・ネッガー主演の映画、ジュニアのサウンドトラックにルック・ホワット・ラブ・ハズ・ドーンを提供し、アカデミー賞、グラミー賞の双方にノミネートされた他、1998年に SFA ガール・マゲドンにウィッシュ。 アイワーユーが収録された。パンクミュージシャンのリチャード・ヘルトの2年間の同棲の中で1985年に長女ルビーを出産。1997年4月、元テニスプレイヤーのジョン・マッケンローと結婚。マッケンローの連れ子3人とスマイスの連れ子1人、マッケンローとの間に儲けた2人、計6人の子供と共にニューヨークで暮らしている。 マッケンロは彼の自助伝の中で彼から受けた数々の刺激によって当時音楽業界に対して意欲を失いつつあったスマイスが創作意欲を取り戻したと述べている。ありがとうございます。